鳥居和賀神社は、兵庫県朝佐越三島町俗寺下にある神社。式内社、田島国一宮、または二宮。旧社格は、県社。神門は、井田木明が。現在の祭神は次の通り。延長5年成立の、演技式新名帳、臨時祭名神祭以上における祭神の記載は一座。現在の主祭神は、上記見柱とする。創建について、 俗字家大名神元記では、第十一大水人天皇の時代に、天マミスの地が荒ぶる神であるために大美子、早命が、朝廷に申し出て祀ることとなり、大美子早命の,の彦が、神戸正の姿勢を賜って、田島国造に定められたとする。古代天平九年の田島国小税庁では、朝子軍属士家口部について、素材は六十六束2羽である旨のほか、 長足犬2匹4畳5尺を、自家党165束で買い取る旨が記されている。なお、田島国の他の有力神社として、伊豆市神社の神戸では、粗大435束6は、長足犬20匹4畳5尺、洋父神社の神戸では、粗大145束5は、長足犬6匹4畳5尺であった。新昇格直府省大道元年長では、当時の、 俗史鏡に神戸として、田島国から2個が当てられている。国史では、俗史鏡、野岸鏡の深海が、上和12年に、6位から順五位した、上岸10年に、正五位した、上岸16年に、正五位上にそれぞれ少女された胸が見える。延長5年成立の演儀式新名朝では、田島国朝五軍に、阿波賀神社名神台と記載され、 名神大社に列している。また、演劇式臨時祭名神祭場では、名神祭285座のうちに淡鹿神社一座が見える。平安時代中期の和名省に見える地名のうちでは、当地は長来軍淡が里に否定される。中世、近世天正年間には、豊臣秀吉により、車両を没収された後、 慶長元年にあわしか村内から33国余りが与えられている。近代以降、明治新後、明治5年に近代社格制度において校舎に列し、明治12年には県舎に昇格した。1999から2004年度には、境内付近において、春日は大山道路建設に伴う発掘調査が実施され、阿波賀神社関連とみられる。 古代の公的施設や中世の石腐山道が検出されている。境内社殿主要社殿のうち本殿は明治13年の造営。桁行き3県、張間2県の流れ作りである。本殿前に接続する拝殿は桁行き島、張間3県である。本殿裏には昭丘があり、神社側では五稜神馬鹿、お塚として西座王の墓と伝える。 昇級の周囲には、空堀のような地形も認められるが、未調査のため古墳であるかはつまびらかでない。新域を隠する兵には南北に、直子門、日の出門が開く。北の直子門は、造営年代はつまびらかでないが、もともとは、直子が出入りするための門であると伝える。霧妻作りの四つ足門で、屋根はかつて日和だであったが、現在は、銅板ぶきに改められている。 主に欅材により、中条組物、三戸詰組、エビ香料、木花など、全体的に、殻用の手法が認められるが、本柱からの差しひじきには天竺様も認められる。境内の建物の多くが失われた中で、採火を免れて、王子の面影を残す貴重な建物とされる。将来死し,して有形文化財に指定されている。直詞門の南の日の質問は、 随心門の外側には、随心像1体が、内側には、狛犬1体が安置されている。随心像、狛犬は、それぞれ長来死指定有形文化財に指定されている。また、境内の樹装は、将来死指定天然記念物に指定されている。接末者は、境内者6社、境外、社3車の、京急車、境内車境外接車所在地交通アクセス。 原点出典書籍サイト、ありがとうございます。